で、ここはですね、まあ、ここにね、この生成あるので、まあ、ここから復活したら、ここでね、取るっていうのはありなんですけども、ここはちょっと結構じれったいところなんで、じれったすぎて死ぬ時があるんだよね。ここ、そのまま飛び込んじゃってね、死ぬこともあるんですが、まあ、まあ、ここも、ここ自体はね、簡単なので、すごく今のはかなりゆっくりめだったんですが、間に合うからね、こんな感じで。で、ちなみに、ここに、連射アイテムあります。まあ、時計なんで、ハートが、5ハート、デカハートがね、あると。で、ここはちょっと、間合いを詰めながら、ね、前進しながら攻撃する。そして、ここはですね、まあ、他のアイテムでもいいんですが、時計じゃないとちょっと、ノーミスっていうのは難しいかなと。少なくとも僕の腕ではちょっと難しいかなと思いますね。斧とかね、十字架だと一発は受けちゃうんですよね。一発耐えればいいんですが、ここは即死像になりますのでかなり要注意。あぶね。要注意って言ってんのに。下段攻撃になるので、ここら辺で受けてしまうと一発即死なので。ちょっと今の感じだと怖いから、ちょっと止めようかな。ここも下段攻撃なんでね。止める必要は全くないんですけども、ちょっと今怖かったので止めました。使ったでもね、大丈夫なんでね。別にそこを縛ってるわけでもないし、その、使ったら足りなくなるとか、お、危ね。危ねとか言いながら、やばい。しまった。かわそうとしてしまった。まあ、ちなみにですね、ダメージ受けていたらここでね、回復はできます。全開できなかったなぁ。まあ、いっか。まあ、その前に即死ゾーンなんでね、ここがいけるかどうかだよなぁ。ここはですね、かなり死ぬ可能性が高いんですが、頑張らないといけない。ギリジャンができないと 100% 死にます。ここですね。ほい、OK。いきました。今のジャンプした瞬間にわかります。ギリジャンができてれば、こんな感じで一発でいけると。OK。ここはカラスがめんどくさい。まあ、ちなみに時計止めてる間にですね、こいつ殺すと、ああ、見せたかったのに。殺すと壊れないので、まあ、かなりめんどくさくなるので、まあ、時計はあまり相性がいいアイテムではないのかなとは思うんですけども、まあ、カラス対策で時計がいいので、で、ここはですね、壊れていくんですが、ちょっとディレイをかけますね。ここら辺から行くと、ね、大丈夫。まあ、意外とね、簡単なんです、ここは。で、次なんですが、あいつがちょっと行く必要は全くなくて、ただめんどくさいので、消しておけると、まあ、ここでこのまま振れば大丈夫なんですけども、消しておくと、やりやすいです。今回はね、この一番上のラインで行きましょう。で、そうすると、まあ、ちなみにしゃがめばね、こうやってね、大丈夫です。ここ結構真ん中ぐらいまで来るので、要注意と。で、困った魂が行った先は、やはり寄りにもよって、こいつなんですね。ここまでのパターンはあそこと一緒なんですが、一つ棺が増えてますよね。あそこだけ。まあ、ザコでしたね。さあ、ここから出てくるボスが、新キャラにはなるんですけども、またこいつが弱い。ただ、硬いんですよね。めちゃくちゃヒットポイントがあるというか、硬すぎなんですよね。まあ、十字架とかあるとね、結構楽に倒せたりもするんですが、まあ、とにかく無知だけだと硬い。ひたすら硬い敵。ここはちょっとダメージポイントになるので、まあ、やってみるとわかるんですがね、なかなか。ここはちょっといいですが、次もダメージポイントになります。ここはしゃがまなくても大丈夫。この次かな。ここがね、ここら辺まで行かないとダメなんですね。で、うまくいけば、ここの段階で倒せます。そんな感じで、ここもクリアと。
さあここからですね、みんな大好きデス様になるんですけども、まあ正直デスも弱いです。ここの音楽、まあ、このドラキュラシリーズはね、やっぱ音楽いいですよね。特に僕はこの音楽が好きでね、このワイワイワールドからね、このドラキュラシリーズというか、まあ、僕は言うほどドラキュラシリーズやってないんですけども、ドラキュラといったらやっぱワイワイワールドから入ってるもんだから、ここのこの曲がねやっぱり印象深いなと思ってるんですね。ここはここでやると上段は避けれるし下段は消せるので、まあ、パーフェクトを狙えるといった感じですね。マジだ、危ね。ここは点数アイテムがあります。なのでこうやって取っていかないと下まで落ちてしまうのでかなりめんどくさいと。危ね、ちょっと待った、危ね。ちなみにここにハートがあります。まあ道中はね結構簡単な面なので、ここに斧があるので斧の方がいいかな。まあ斧の方やりやすいっちゃやりやすいんだよね。ここがすごくやりやすいから。ちなみにここに肉あります。おー、危ねおい、危なかったですね。斧があるとあそこがすごくやりやすいので、まあ、斧の方がいいかもしれないですね。肉を取った後にダメージを受けるとしてしまうと、あのデスまでそのダメージのまま行かなきゃいけなくなるので、まあ、ちなみにさっきのが最後の肉回収ポイントなので、それ以降にダメージ受けてしまうとボスは、まあ、かなり厳しくはなるよっていう感じですね。ここはちょっと止めましょう、ちょっとめんどくさいから。まあデスはねハートそんなにいらないんで、まあ、ここは早く行くためにガンガン止めますかこの上に聖水がありますがいらないので取りません。ボスにはねこの時計効かないので、まずここ、こっちに行くと十字架出ます。で、ここですね、失敗した。連射アイテムが出ますのでこれで、まあ、2連射確定ですね。まあ、うまくいくと、まあここで、次のね連射アイテムが出たりもするんですが、まあいいでしょう。で壊れてしまうんですが、ここはジャンプで越えていきます。さーてデス様来ました。行きましょう。始まったら左、ここで待機します。確定したら上、2連勝します。次のあれが来るときにやると死ぬと。でここですね、第2形態かなり弱いので、おでこぐらいまで行ったら下に落ちる。あ、どんなこと、これで終わりですね。まあこれが最強のボスと言われるデスなんですが、まあ楽にパーフェクトが取れると。まあ十字架でやるのが一番簡単ですね。まあ聖水でもはめることはできるんですが、僕としてはやはり十字架をおすすめします。で最難関、ここさえクリアできれば、まあ多分クリアできたんじゃないかなと思うんですが、ここだけですね、まあ死ぬ可能性がある。ここはですね前から来るやつをこれで倒す。でここ以降ですね、このろうそく以降にですね2匹ずつなってしまうんですね。そうするとですね後ろからこうやって来ちゃうんですね。それは十字架で対処する。前は無知、そして後ろは十字架。こんな感じで役割分担していきましょう。うわやべ、ここは確実にね処理してください。やばい、ダメージきた。おお、やべ、めんどくさい。ちなみにここにハートがあります。くそ、一発受けちまった。まあかなり難所なんでね、ダメージを受けてしまうとまあめんどくさいですよね。
ちなみにですね、まあ、ここガーッと行くこともできるんですが、ちょっと安定を取ります。チキンになります。下からくぐっていくのがね、僕は好きなんですけども、安定だとこっちの方がすごく安定するので。でここがですね、また即死ポイントになりまして、こっちがちょっとランダムに入ってくるので、ここで倒すね。ここは上まで行ったら、ここで倒す。で、ここも上に行きます。で、こいつは倒す。間違えた。間違えた！しまった、ここで死んだ。マジかよ。じゃあやり直しましょう。マジかよ。リセットしましょう。さあ戻ってまいりました。ということでですね、まあ難所でも何でもないところで死んだんですが、まあ、この面自体はねすごく難所というか難面なのでね、クリアできるかどうかっていうのはこの面にかかっている。ここさえ突破できればラスト面はそんなに難しくはない。ただ一箇所ねちょっと不確かなところがあるので、まあルート的に簡単だけど死ぬ方か、ちょっと複雑というかパターン的に厳しくなる可能性があって、どうするかっていう方を選ぶか。ちょっと、なんで登り始めた。ちょっとあそこの隠しアイテムは取る、まあいいか。ハートね。ダメージ受けるよりは、マシかな。ハートだったら、まあ、こまめに回収していけばいいし。こういう感じでね。ここはちょっと、丁寧に行きましょう。ハートの回収を忘れずに。下から行く方がね本当は好きなんですけどね、即死なんでね。ここからやり直せる状態だったらね別にいいんですけども、そうじゃない場合はちょっと処理しておいた方がやりやすい。こういうとも処理する。ここはここで一旦止まり、ここで殺す、上に上がり一匹殺し、ここでこうね。すると、OK。ね、こうやりながらいけば、まあ基本的にノーダメでいけます。そして、ここね、ここでやれば上のものは当たらないし、下のものは処理できるので、100% と。まあ、あそこはね、難所じゃなかったんでね、この先が問題なんですけども、まあ、即死ゾーンになると、まあ、かなりのね即死ゾーンなので、さあまずはここですね。ここだと当たらない。そしたら強制スクロールが始まるので、間違えた、危ね、いや危ね、ちょっと油断はしない、油断をしてはいけない。危なかった今の。ちょっとドキッときてるなぁ。もうねえ、ちょっと早めに行くはずだったんですが、ちょっと遅いとここがちょっと面倒くさくなっちゃうんでね。でこっち行きます。で1アップがここにあります。うん、わざと行くときはギリジャンじゃなくて、で帰るときはギリジャンでなければ戻れてこれないので、そこだけ要注意と。あそこでね死ぬこともあるので、まああまりね取りに行くっていうのもね、ノーミスクリアだとの取りに行く必要は全くないんですけども、まあ、前回言ったようにねな感じの理由で取っているというだけですね。ここはこのタイミングで行きます。さあちょっとダメージを受けてるんですが、ここで肉があるので回復しておきましょう。ここは最終肉ポイントになるので、これ以降に肉はもう存在しません。なのでこれからの体力がボスまでの体力という感じになります。そして最難関のところがここですね。ここを突破できるかどうかで、間違えた、危ね、よしよし、
ょっと一発受けましたが、ここ一回だけジャンプね。なぜかというと、今上に見えてるカラスがいるじゃないですか。あいつがですね、ここをジャンプしてしまうと反応して襲ってくるの で、あいつが見えてる間はジャンプしない。そして消えたらね、こんな風に消えたらもう行っちゃっていいんですが、ちょっと前から来てるやつと後ろから来るやつがいるので、できればこいつらを処理しておきたい。あ、よしよしよし、死ね、オッケー。ちょっと丁寧に行きましょう。まあ、ちなみにですね、ここに十字架あります。あぶれ、もうあぶね、やばい、丁寧に丁寧に行かないと、丁寧に行かないとやばいって。あぶねー。さあここのカラスが、おおお、よしよし、探検は取るなよ。オッケー。さあここなんですが、メデューサを基本的にここでかわして、後ろから出てくるときを待ちます。そうすると後ろからしか出てこないのでね。でここらまで行くと消えます。でここにですね、隠しアイテム、連射アイテムがあるので取っておきましょう。というわけでボスのドッペルゲンガーですね。ドッペルゲンガーはまずここまで行きます。そうするとこいつはクロスを絶対持ってるのでね、こう振らせた後にクロス200回を見た後に殴ります。そしてこっちに行く。この時点でも勝ち確ですね。でムチを見てクロスを2回見たら投げる。あとムチを振るだけね。2ターンで倒せます。まあクロスで倒すのが、まあ、一番簡単かなと思いますね。まあ、十字架ね。さあここなんですが、スタート時が一番難しい。ここね、よし、 OK で、ここからですね、カラスを動かさずに殺していく感じの方がやりやすいかな。あんまり行くとカラスが、ああ動いちゃった、動いちゃうので、で、あっちこっちの上の方にはね、あの斧とかあるんですが、いらないので取りに行きません。さあここなんですが、ここが一番あの難所というか、ここさえクリアできればクリアは確定です。ただ、あぶれ。あぶれあぶれ。おお、ここら辺にいれば当たらない。あばよーっと、で来たら降りる。ここも来たら降りる。ここだったら上がり下がりで OK です。でここで間違えた、いけるかな。ほい、オッケー。ここで行くと簡単に下まで行けます。でここはですね、ここまで降りる。危ない危ない。でクロスの時はですね、クロスを使った方がめちゃくちゃ安定します。さあクロスで行きましょう。ここね、まあ、これが一番安定します。まあ、斧の方がですね、この後が結構有利なんですが、ここがですね、ちょっとこれが出るので嫌なんですけどもね、肉があるので、まあ、ここが最終回復ポイントになるので、まあ、これ以降にね回復はできないので、ここで絶対回復しておきましょう。嘘ばかな。ダメージ受けました。この状態でドラキュラと戦うことになります。さあ最後ですね、最後時計塔というか、まあ時計塔ではないんですが、これ登り切ったところで止まります。そしたらこっちに来た時に乗る。これ簡単ですね。で次は空中でね、そのまま乗る。で次はですね、ちょっとフェイントになってまして、これそのまま降りる。あとは飛び乗るだけ。あとドラキュラだけですね。よーし来たぞ、これでこれで勝ち確だろう。でですね、ちょっとハートを集めたいので集めるんですが、ここはですね、一番左の方の食材に十字架入ってるので、もしね十字架欲しい方はそこで取った後に
あとここをですね、こういう感じで十字架で倒していくと連射アイテムが出ますので、まあ、連射アイテムを取ってから3連射まで粘ってから行くことをお勧めします。一定確率というかね、まあ何個かに1個あの連射アイテムが必ず出るように多分なってるので、同じぐらいのタイミングで出てる気がするから多分そうだと思います。だからまあ50割は十分だけど、まあいっか、これぐらいで十分かな。さあ行きましょう。ドラキュラはですね、始まったらいきなり右に行きます。そして左に行くね。ここでおっと危ねえ、ちょっと危ないかな。でクロスを投げますね。基本的にこのでかい火柱は自分の足元に出てくるので、やばい間違えた、あぶな、危なかった。今のはダメージ確定でしたね、あれで殺せなかったら。でこいつはですね、めちゃくちゃ弱くてですね、ただ当たるとものすごいダメージになるので絶対当たらないでください。こいつは一番端、左端か右端にいると当たりません。そしてこの唾液みたいなやつなんですが、これ普通にねやれば当たりそうなんですけども、実はこうやってしゃがんでるとね、当たり判定が消えるんですね。なのでノーダメージで勝つことは余裕です。だから、まあ、ここね餅を使ってこうやって当てていくのがまあ普通なんですが、まあ、クロスがあるときはこうやってねクロスで当てていった方がすごくいいし、あそこで絶対クロス回収できるので、まあ、問題はないでしょうと。こういった顔面に当たり判定があります。なのでここで4ダメージ取るところなんですが、緊張のあまり取れてませんでした。ちょっとここ安定でいきますね。これ早く行くこともできるんですけども、ここちょっとダメージポイント、ね、ここで乗ればもうこのターンで終わるんですけども、ちょっと安定を取るために僕はこのターンじゃなくこの次のターンでいきます。マジでね、ここで死にたくないからね。もう次のターン、これね、この石で終わりだな。はい、終わりです。よし、クリア、ノーミスクリア完成と。あとここかな、最後のガッツポーズを決めたい。 OK 決まった。というわけでノーミスクリア、悪魔城伝説ノーミスクリア達成と。いやー、まあ難しいゲームでありますが、慣れてくると意外と簡単にやれると。そして一人ぼっちエンド、これね、仲間がいるとね、この岩の上にね二人で行くんですが、数多くの犠牲を払い隠してワラキアでの壮絶な戦いは幕を閉じた。ドラキュラを倒したことによってこの地に呼び戻された魔物たちも再び長い眠りにつくであろう。この勝利の喜びを分かち合う相手もなく、ただ崩れゆく城を見つめる姿があった。一つの戦いを終えてラルフは一人去っていく。いつかは彼らのことを受け入れてくれる人々があるであろうことを信じて。この戦いの後からはベルモントの名は英雄として人々の間に語り継がれることになる。誰が語り継いだんでしょうね。というわけで悪魔城伝説でした。さあここからはまあ動画ではね、まあ見せていないんですが、この人がサイファーさんですね。この人を操作するとなかなかボス戦とかが楽だったりします。でこの人が主人公と言われるグラントさんですね。壁に貼り付けるというのがものすごく強くて、そしてジャンプ力が高いというね、まあ、そこら辺がすごく特徴で、でこの人が、アルカードですね。ヴァンパイアを逆、もうヴァンパイアじゃなかった、ドラキュラを逆から書いた時に、ね、名前を読むとアルカードになると。そしてラルフ・ベルモント、まあ今作の主役ですね。今回の主役でした。まあ、やっぱりね、ムチがすごく使いづらいゲームなので、
まあ、そこをうまく使えるかっていうのが、まあ、スターねスタッパーなのでスタートしてましたがね、サンキューベリーマッチフォープレイング。いや、こちらこそありがとう。サンキューコナミだな、今回は。今のコナミは言わないでおこう。というわけで、今回はここら辺で終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また、ちょっとね、おまけを取りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ここでスタートボタンを押すとね、2周目が実は始まるんですね。ね、まあ僕は2周目やらないので、ここから見たい方は皆さんの目でぜひともご覧ください。ちょっと難しくなっているので、うん、また同じような攻略じゃちょっと厳しいかもしれないんですが、まあやっていただけるといいんじゃないかなと思います。それではまたお会いしましょう。